今万代の拍手に迎えられて今ダグアウトへ引き上げていきます。さあそれでは今日のゲームハイライトで振り返りましょう。年に一度の鹿児島鴨池のゲーム、先発は中田健一、前回好投でしたが1回ツーアウト1、3塁といきなりピンチを作って鈴木大地右中間を破っていく2点タイムリースリーベース、ロッテが2点を1回に先制をしました。まあ今日はねフォアボールのランナーをことごとくやっぱり得点にね結びつけてしまいましたからね、はい、2失点2人ともフォアボールで出したランナー、その後ロッテ先発は酒井ですが先頭本田セカンドゴロ、その後1人フォアボールで出しますが内川を打ち取って0点で切り抜けた酒井です。ただ2回の裏ソフトバンクバッターデスパイネ、この酒井から高めのカーブでしょうかね、まあ、インパクトの、ね、甘いカーブですよね、逃しませんでしたね。1点を返して2対1で続く中村晃、逆方向でした。これがまあ最初はスリーベースかなとも思いましたがどうやら柵を越えていたようでホームランのジェスチャー、ただこれに関しては井口監督もリクエストを要求してその後リプレイになりましたがやっぱりまあホームランという判定になっていました。2対2同点、2者連続ホームラン。中田のはこの辺で立ち直りたかったと思うんですが ねここもワンアウトからフォアボールのランナーからのタイムリーですよ ね田村にタイムリーヒットでマリンズにまた勝ち越されます。その後に3塁で、まあ、ピッチャー後の間に清田がホームイン、これで4対2となります。リードしているロッテ7回、追加点はこの人でした、ルーキーの藤岡、逆方向へ。風も強かったこの鹿児島ですがそれに乗りながらレフトスタンドへプロ初ホームラン、5対2とリードを3点に広げました。まあこのホームランでね流れは完全に千葉ロッテでしたけどね、ただ7回、酒井から松田がライトへスリーベースヒット、そしてはいレフト線へのタイムリー、これで5対3となります。ただこれ回がね、そうですね、ちょっと待ってしまいました、まあ、ここ1点で終わってしまいましたから、少しね、やっぱり流れはそのままね止まった感じはね、ちょっと受けましたが、ね、まあその中で8回、3人目のシェパーズが途中から投げますがワンアウト2塁から内川がセンター前ヒット、これラッキーなヒットになって、まあここね、ラッキーなヒットが3本続くんですけど ねデスパイネもそうです、本人ちょっと一瞬諦めたように見えましたが、ホークス打線の、ね、執念を感じますよ ねこれで、5対4 1点差、さらに中村晃も詰まり加減ですがいいところに落ちました。これで5対5同点となります。その後なお2アウト満塁までチャンスを広げていったソフトバンク、一気にも勝ち越し逆転かというところだったんですが回は空振り三振、今日は3安打打っていた回ですが三振に倒れます。でホークスは9回澤瀬を同点で投入、ワンアウト2塁、ここで大きいのが3投を見せてきま す、ね、ここがね千葉ロッテ今年の戦い方っていう感じがしましたよね。ワンアウト3塁、そして中村、まあ、ボテボテだったんですがもう一気にホーム駆け抜けた荻野、そして中村もセーフで貴重な勝ち越しになりましたロッテ、6対5、澤瀬が打たれます。そして最後は内が締めようかというロッテ、しかしワンアウトランナー2塁、柳田へバックスクリーンへ第2号のサヨナラ逆転ツーラン、7対6、ソフトバンクホークス土壇場でこの柳田の一発でサヨナラ勝ち、これでソフトバンクロッテを抜いて2位浮上、ロッテは3位へ、そして鹿児島では8連勝をやったホークスです。加藤さん、はい。